再び高速に乗りました。バスはニースからカンヌを経てひたすらマルセイユに向かっています。セザンヌの作品にあるセント・ビクトワール・サンです。マルセイユに着きました。ヨットハーバーでバスを降りました。この辺りが中心街だそうです。オードブルはエビです。白いのはスパイクワインです。ちょっと刺激がありました。本場のブイヤベースです。ブイヤベースは庶民の食べ物で、魚も近海で獲れる魚を使い、高級な魚は使いません。薬味です。特製の手作りのマヨネーズです。魚はタラをサーモンでサンドイッチしています。このようにいろいろなものを入れて食べるのがブイヤベースの正しい食べ方です。庶民の食べ物ですね。それで塗って柔らかくなるのを待ってたんですよ。デザートはチョコレートケーキです。おととい日本の豪華客船アスカがこの港に寄港したそうです。マルセイユの視聴者です。港のすぐ前にあるメインストリートです。マルセイユは2600年の歴史を持つフランス最古の都市です。王女マリアが婿選びをする祭りの日、ギリシャの船団が攻めてきました。マリアは船団の統領を婿に選び、戦うことなく平和的にマルセイユを守りました。このプレートはその統領です。